はい。はい、はい、始まりました。始まりました。ウェブラジオ。人生思考が濃い。やっていくぞ。やっていきましょう。司会は。司会は、大谷1014億円翔平、アルバキト。なんだろうな。うちのお母さんが大谷くんのファンなので、嬉しそうでよかったなと思っている中野と。今年乗る漫画は全部書き終えたピエール手塚が。おっ、そうですね。またね、ゲストが来てくれてるんで。はい。はい、誰でしょうか。はい。カヌレ工場の工場長、恐れさんです。お、大嘘じゃん。はい、それと、コミティアでワイヤレスイヤホンをなくしたと思って、そのね、東京で警察署とかにいろいろ方法を巡り回って、最終的に家にあったメロメロンが。はい。まずいだろ、それは。迷惑かけエピソードじゃん。迷惑。純粋な。あるある。行く最中も聞いてなかったんだ。ベニーズとかにもね、寄って。はい。というわけで、先週に引き続き、恐れ団さんにメロメロンさんにゲストで来ていただいています、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。じゃあまあ早速ということで、今回も恐れ山さんの方からトークテーマを持ってきていただいたので、じゃあよろしくお願いします。はい、今回私が持ってきたトークテーマは、はい、Webtoon なんか読む気起きない問題。お、これはね、爆弾発言。これは厳しい、うん、やばい、いやいや、要は大 Webtoon 時代、まあ、要は言うじゃないですか。言いますよ。大ウェブトゥーン時代が来てて、うん、待て待て待て。漫画といえば、もう色がついてて当たり前だみたいな。中国と韓国のウェブトゥーン市場はもう 何億って言ってて、うん、もう日本の市場なんかも追い尽くしちゃいますよっていうのを、うん、もう5年ぐらい聞いてるのに、うん、未だになんか一個も読んでないなって最近気づいて。わかる。なんでなんだろうねっていう話をちょっと今日したいな。そうですね、うん、でもやっぱりさ、これこんなこと言っちゃなんだけどさ、そのアメコミのさ、そのコミックスタイルかとかもさ、その日本の漫画スタイルとかもさ、その別の国に根付いてる、そんなに根付いてるわけでもないだろうって気するし、国ごとのさ、なんかそういうもんなんじゃないのみたいな気持ちになっちゃうけど、違う。あ、それはもうなんか覆い尽くすものではなくてみたいな、そのまあそれにしたって入ってこなさすぎってことなんじゃないの。入ってこなさすぎというか、まあそれか、あるいは読んでる人は読んでるかもしれないんですよ、これ聞いてる人の中でも。いや読んでますよ私って人も多分いて、ただここに集まっている5人の人間たちはなんかそこそこ漫画好きだったりアニメ好きだったりオタクなのにもかかわらず、ウェブトゥーン読んでねえよな、なんでだっていう問題はやっぱりあって。そうですね、うん、通勤の時とか電車の中で読んでる人は結構見かける。そうですよね、なるほどね。だから人気があるのは確か、大漫画みたいなやつ見ててもやっぱウェブトゥーンめちゃくちゃ見られてることは確かなのに、なぜかなんか漫画読みを自称してるというか、そう、漫画好きですって人ほど読んでないイメージがある。なぜなぜなぜでも何なんでしょうね。うん、軽んじてるんですかね、みんな。舐めてる。いや、ちょっと火種を今作りましたよ、ね。うんうん、いや、僕には。俺は舐めてないですよ。俺は舐めてないけど、その。火種作っておいて一番真っ先に逃げ出したい、ね。俺は舐めてないですけど。ウェブトゥーン、うん。まずはそのさ、やることとかテクニックとかが、その、違うよね。ウェブトゥーンと漫画を比べるとさ。うん、あのウェブトゥーンとかの方がその間とかタイミングをその制作者側が握るというか、このあと何秒後にこの演出が来ますよみたいなのを結構厳密に決めるのがウェブトゥーンだなって思うんですよね。その縦スクロールというか、漫画は言うたらその人の読む速度によって、あの10秒にもその 0.5 秒にもなったりするじゃないですか、コマコマの割合が。そんなもんウェブトゥーンも同じだろうと思っちゃうけど、ね、ウェブトゥーンはあの余白とかでその絶対にこのスライドさせる時間であれするわけじゃないですか。でもその漫画は目だけで進めるからさ、やっぱりその時間は多分かなり支配されてるメディアだなとは思います。そうか、うん、でもまあそもそも読んでないっていうのはまず目にしてないというか、うん、なんか
開い、1話を開いてないっていうことなんじゃないかなっていう気がします。ああ、そうですね。今ちょっと、1話の試し読みだけはいっぱい読んでる。あ俺もそこそこ読んでますけどね、1話の試し読みだったら。うん、なんで、じゃあ、2話を読まなかったのか。いや、つまりシンプルにこれは、俺の好みじゃないんです。この、つまらないとかじゃなくてね、俺の好みじゃないっていうのがあって、っていうか、Webtoon のメジャーどころしか読んでないんですけど、うんね、メジャーどころとかってやっぱすごく、あの、類型が見えちゃう。うん。それはアメコミがさ、ヒーロー漫画がなんかすごい主流だったりするのと同時に、うん、そういうウェブトゥーンはある種 の, そのジャンルみたいなのがかなりその主流になってて、それ以外読むことがちょっと少ないというか、うん、言いづらいですよね、うん、なんかウェブトゥーンに限らず、例えば異世界転生ものとかナローものみたいな、ナロー系って言われるものとかもやっぱり類型がたくさん見える気がしてて、それはね、俺はどっちにもそんなにあの詳しくもなければそんなに愛着もないそのファンじゃないんで、そのジャンルに対する。だから余計に、うん、あの、全部同じように見えちゃうって、今雑語りをしている視点なんですけど、あの、はい、そうに見えちゃうんですよ。だから余計に読まないっていうところがある。うん、ああ、こういう感じかって思って、これもこんな感じかとか。で、広告とかでチラッと流れてくるウェブトゥーン、ああ、なんかエロとか暴力とか、なんかそういうあれか、みたいな感じで、どんどん読んでもいないのに、なんとなくウェブトゥーンに対する印象がそうに高まっていき、で試しに気まぐれにその1話とかを読んでみることもあるんだけど、うん、ああ、なんかどれも、なんかやっぱこういう感じか、みたいな感じで、ちょっとね、うん、俺の not for me かな、みたいな気持ちになって、みたいな。なんか、あれ、応援する側だったんじゃないですか、うん、応援する側ですよ。大丈夫です。待ってください。しっかり否定したように。いや俺のこれは、あの、だから俺の個人的なあれと、Webtoon 自体が、その、どうなのかって、表現としてどうなのかっていうのは全然違う話だと思ってて、つまり、俺は Webtoon っていう表現が、なんか、良くないよとかじゃなくて、シンプルに俺好みの漫画がないんだな、Webtoon に今って思ってるんですよ。だから、例えば藤本辰樹が Webtoon で新作書いたらみんな読むに決まってるだろうって思ってるんですよ。その、うん、面白いって思う。っていうか、面白いんだから。だって藤本辰樹が書いたら絶対。うん、それで、もしつまらなかったら、そこで初めて Webtoon っていう表現媒体の限界だとか可能性だとか、何ができる、何ができないみたいなものがね、なんか、語れるけど、語れる領域に入るなと思うんだけど、まずそもそもなんか、まだそこまでいってないんだよって話ね、その中野さん的には。俺が読まない理由っていうのは、単純に俺好みの作品と出会えてない、出会う場所があんまり見つかってない、動線がないっていうことだな、それに尽きるな、一番はって思ってるから、それをジャンプとか、まあ別のでっかいところとかが、そういう俺の興味のある作家の新作として出してくれれば当然読みますよって思ってるし、それって結構みんなもそうなんじゃないのって思ってるって感じです。俺は Webtoon ってだから読む気起きない問題はみんなが読みたくなるような作品がないからですっていうことに尽きる。そのまあみんなっつうか俺たちがね、読んでないのはそのいやでもなんか、いや結構言葉がね激しい感じもしますけど、でも本当にそういうことだと私も思いました、うん、今例えばその LINE 漫画のトップ見ると、うん、そのウェブトゥーンがいっぱいね並んでるんですけど、うん、じゃあこの中でどれを思うかなっていう時に、うん、なんかどれを押したらいいか分かんないんですよね、うんうん、結構その韓国の漫画の翻訳だったりするんで、うん、なんかタイトルがまずなんだろう簡素なんですよ、うん、ああはいはいちょっと例に出すとあれなんですけど、うん、例えばそのキラー警察っていうタイトルが、キラー警察とか、うん、キラー警察かっていう、うん、やっぱちょっと思っちゃうじゃないですか、うんうん、なんかその読んだらきっと人気あるんだし、そのただただ単純な漫画が受けるはずないから、きっとひねりもあるんだろうけど、うん、そうですね、うん、初発でこううん、キラー警察って思ってしまったらもう、うん、よく知ってる白黒の漫画読もうってなっちゃうんだろうなっていう、うん、まあなんかそのさ、やっぱり漫画を読む、面白い漫画を読むにしたってさ、ある種のそのなんか外からのさ雑音っていうか、そのなんか評判を聞いたりしてるわけじゃないですか、そのなんかで、はいはいはい、どういう風に面白いのかっていうのがもう括弧としてあるから読みに行くみたいなのがあって、うん、でその Webtoon はどれもそのなんかいろんな面白さがあるんだろうけど、なんかそういう話をあんまり聞かないから、そのいけないみたいなのはちょっとあるかなと思った。なんかどういうふうに面白いみたいなことをなんか明確に言ってないというかさ、例えばチート不要術師の漫画とかはさ、なんか
あのコメディーとさ、なんかシリアスの緩急がめちゃめちゃすごす、めちゃめちゃすぎて面白いみたいなとか、はいはい、いろいろ言ってくれたりはすると思うんだけど、でもなんか、どれも面白いよっていう話ばっか聞いてるなと思って、その Webtoon って。確かに、なんか語りしろの問題っていうのありますよね。漫画が好きっていうのもあるけど、なんか漫画の話をするのが好きっていうのも、私たちは多分あるじゃないですか。そうだね。そういう時に、なんかその漫画で何を話せるんだろうっていうところが見えてこないとクリックするところまでいかないっていう、うん、そうですね。でもそういうのもなんか、うん、そういう場とかコミュニティみたいな場所にやっぱり自分たちが身を置いてないからっていうこともありそうな気はしますけどね、うん、なんかそういうのが流行っているタイムラインとかもあるのかもしれない、うん、ディスコードのサーバーとかね、うん、Webtoon 読者のファンコミュニティだったら続き気になるよねとか、あのキャラのあれがああだよねみたいなことはなんか絶対あるような気がするんだけど、ね、ないですか、思うんだよマジか。そうですか。なんか前びっくりしたんですけど、うん、ヒカキンのファンサイトって多分ないんですよ。ああ、すごいなそれは。あんなに人気者なのに、あんなに多分ファンの人っているのに、うん、でもなんかそういうファンダム的なものを作って交流しようみたいなのってないんだ。なんかまあこまごまLINE グループとかであるかもしれないですけど、うん、なんかそういう大きく情報をまとめていこうみたいなムーブってやっぱないんですよね、うん、それに近いことが多分 Webtoon とかもあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、なんかまとめ買いみたいなのってさ、うん、結構大事だと思っててさ、やっぱりその、うん、さんと比べるとどうしてもどの YouTuber もさ、そのあの規模が小さくなってしまうけど、うん、やっぱりそのすするさんの YouTube とかは、うん、その、うん、まとめサイトみたいなのに、すするまとめサイトみたいな、うん、でもそれはそのすするさんのラーメン屋がどこ、すするがどこ行ってどういう評価したかみたいなのって結構その情報として欲しいじゃないですか、そのまとめて欲しいというかさ、うん、そうだね、あの例えば吉祥寺に行くぞってなったら吉祥寺のラーメン屋すするが褒めてたとこ行くかみたいになって、そのじゃあすするの吉祥寺のラーメンって何第何回目だみたいなのとかってやっぱり、うん、まとめておきたいみたいな欲があって、うん、でも、ヒカキンにはそういうのってさ、ないよね。どれもさ、そのなんか、そこまで色があるわけじゃないからさ、そのまとめる必要もないな、うんうんうん。まあ、まとめるにしたって何を、まず項目に何を入れようみたいなことで、ね。項目に何入れようみたいな。とかね。そういう感じのね、うん、まとめやすさみたいなのはある。後から遡っての語りにくさっていうのは確かに Web っていうのはある気がしてて、うん、なんか、やっぱりその、何話、1日何話読めるみたいな感じだったりすると、うん、なんか読み返すときにあの話って何話だったっけっていうのを覚えてなかったりする、うんうんうん、なんとなくサムネイルからこの話かなと思って開いてみて、うん、でも一回消費しちゃうわけじゃないですか、確かにその日の無料読める枠、うん、そうだね、確かに、うんうん、しまったからなんかこれっていつなのか分かんないし、なんかずっとそのスクロールして読むからどの部分が自分が見なかったとこかも分かんないって、うん、そっか、はいはいはい、あの都度課金だから遡って語りづらいんだ、めちゃめちゃそうそうそうですね。まあ無料で読めないから読めなくなるやつもあるし、うん、共有してみんなでバズるみたいなことはやりにくいんですよね。最新話、ね、うん、とかでもないから、単行本区切りみたいな感じでもないしね、やっぱ、うん、なんか Webtoon ってやっぱああいう LINE とかピッコマとかあんまりその詳しくないんですけど、そのやっぱ先読みとか課金で、うん、システムですごいビジネスになってるっていう話だから、うん、だからまあその先が読みたくなる、課金したくなるっていう、あ、うん、そういう引きが一番大事ってされてるらしいんですよね、そのお話の作り方として、それはそういうビジネスモデルがあるからっていう、そういうところの要請でなってるらしいんですけど、なんかでもだから無料公開するわけに多分いかないんだろうなっていうか、あの単行本で回収するからまずは読んで広げてもらってみたいなとは全然違うっていうか、ビジネスモデルが普通のね単行本の、うん、その場その場でクリフハンガーを繰り返して、そうそうそうね、うん、ちまちま50円ずつもらっていく、うん、そう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 、まああとはなんだろう、これはまああんま良くないことなんだけどさ、その引用みたいな感じでコマ引用みたいなのって漫画ってよくやられるけど、うん、はいはいはい、Webtoon ってやっぱりその隙間がめちゃめちゃあるから、その一連の流れみたいなのをさ、あ、見抜いたりできないとかね、あ、うん、そういう弱点もあるかなと思った。1ページ単位でのシェアみたいなことがね、ページ単位でのここの流れめっちゃおもろみたいな感じでさ、うん、2ページバンって貼ることは漫画はできるけど、
ウェブトゥーンはちょっとね、4枚張りみたいなね、ツイッターで4枚張りみたいなのしないといけない。まあでもアニメとかもさ、ミームを元に漫画を読んでる特有の発想だな。アニメとかもスクショでまとめたりするじゃないですか、字幕付きスクショで。だからできないことはないと思うんだけど、でもやっぱその、でも難しいじゃないですか、アニメとかだとさ、やっぱりその、うん、字幕とかでさ、なんかあの何秒間の瞬間を切り取ってるけど、うん、やっぱりそのウェブトゥーンはその1コマ1コマがその長すぎるというかね。まあね、うん、そういうシェアしづらさというかね、共有しづらさみたいなものがあるってことですよね、うん、多分そういうのあるんじゃないかな、うん、うん、なんかニコニコ映画のシステムと実はめちゃめちゃ相性いいんじゃないの、ウェブトゥーンって。ああ、ニコニコ映画ね、はいはい、うん、文字を入れる場所が隙間が結構あって多すぎるから、うん、なんなら字幕で感想コメント共有するみたいな方向に全振りできるんじゃないかって今思ったんだけど。ニコニコ映画でコメントを読んでます？あの文字をさ、いや、要はさ、漫画だからちょっと読みづらいから読めないみたいなことじゃないですか、あれ。文字が流れてくる流れって下から上？いや、横でしょ、横流れでしょ。うわーってさ、そのさ、あのなんか読むことによってさ、その目とさ、コメントが激突するみたいなさ、うん、あれがニコニコ映画って面白いなと思ってたんだけどさ、そう考えたらなんかもうなんかた恋の滝登りみたいにコメントが下から上にズバーッ。読みづらそう。なんか読み終わった後の、それはどこのジャンプとかでもそうだと思うんですけど、読み終わった後に下にコメント欄があって、その同じように読んだ人たちの感想を共有するとかは楽しさわかるんだけど、なんか読んでる最中にニコニコ映画みたいにコメントが出てくるのってちょっと読みづらさの方が勝っちゃって、俺はそこは分けたいなって思っちゃうかな、映画に関しては。ページごとにさ、感想があるのはいいんだけどね、そのなんか。そうだね、ページごと感想ぐらいだったらいいけどね。単純に読みづれえな、うん。ちょっと読みづらいかなって気はしちゃうけど。うん、今ちょっと試し読みして思ったのが、うん、多分平均的な白黒の漫画と比べると、うん、ウェブトゥーンって1話あたりの情報量は少なめなんですよね。そうですね。うん、でなんか、漫画を大量に読んでる人ほど、大量の情報をいっぱい詰め込みたいみたいなのがあるから、うん、なんか無意識にその時間帯効果で得られる情報量として、うん、ウェブトゥーンを下に見ているのかもしれないな。あ、そうかもね。でも確かに1話って言ってるのにここまでしか進まないんだみたいなことを思っちゃうことはあった、ウェブトゥーン、うん、今見たやつとかはなんか寄付して話が終わったから、うん、あ、それだけかって思ってびっくりしたんですよ、うん、だからなんかそのさ、復讐劇みたいな話でもまだ復讐したいと思えてないんだがみたいな気持ちのまま一番終わっちゃったり、うんうん、早くその怒りを俺にくれよみたいな気持ちになっちゃう、うん、なんかなんだろうな、でウェブトゥーンに近いものとしてあれもあると思うんですよね、 YouTube に載ってる YouTube 漫画みたいなのがありますね、ある、うん、あんままあ大人で見てる人は、うん、ウェブトゥーンよりは少ないですけど、うん、結構小学生以下だとめちゃくちゃハマってる子が多いらしくて、うんうん、紙芝居アニメみたいな、そうめちゃくちゃ再生されてる、うん、ああいうのもでも内容の量に対して20分とか30分かけて見なきゃいけないから、うん、多分まあ漫画とかアニメに親しんで大人からするとちょっとバカバカしくて見てらんないよっていうぐらい時間帯効果があれなんですけど、まあね、うん、でもなんかただ暇つぶしたいというか、うん、ただ眺めてたいとか、うん、ただスクロールをしているだけで出来事が起こって面白いっていうので、うん、いいっていう、まあある意味そんなに漫画が好きじゃないっていう人にとっては、うん、おそらくそれがベストなこの情報量で。なるほどね。なんか漫画が好きすぎると逆に読めなくなる形式っていうのが多分 Webtoon はそこに差し掛かってると思うんですよね。そうですね。うん、いやそういう意味でも情報量の多いウェブトゥーンがあれば解決するってことじゃないですか、そのそう、うん、まずそれもあるし、うん、あるいはまあストーリーが進展していったらちゃんと蓄積があってなんかツイストの効いた話にこう発展していくと思うんで、うん、そこにたどり着きさえすればハマれると思うんですよね、うんうんうん、いやそうかも。あ、てかもあのクリフハンガーの連続ってさ嫌いなわけないしね、みんなその普通、うん、そう、それは好きなんですよね、うん、みんな。でもその間のね、その間も欲しいというかね、そのそれしかないとやっぱ愛着ゲージがたまらないというか作品に対する、うん、いやなんかそうなんだよな、ウェブトゥーン、うん、
俺は Webtoon で今面白いと思ったの1個開けてくださいって言われたら、あの生まれ変わってもよろしくっていうタイトルのが俺は割と好きだったんですけど、おうおう、そのいい、うん、それはまあ生まれ変わりもの、生まれ変わり恋愛ものなんですけど、うんうん、結構あの面白かった、その、あ、ドラマにもなってる、ドラマにもなってるのかな、海外の韓国とかでなってるのかもしれないですけど、やっぱ恋愛ものとかだとさ、うん、あのそういう Webtoon のそのクリフハンガーにめちゃめちゃ合ってますよね、ジャンルが。恋愛ものならそうですし、ね、まあ、あと氷の城壁とかもね、LINE、うん、漫画のあの、うん、面白かったし、はいはい、なんか、あの、多分モノローグと相性がいいんですよね、Webtoon って。あの、絵で見せるっていうのは結構文字で見せるジャンルだなと思って、普通の漫画よりも。その文字の余韻をもっと味わわせられるというかね。そうそうそう。携帯小説っぽいなと思った、この空白の使い方。なんか、そうなんですよ。そういうとこも、だからバトル漫画とかよりは、もしかしたらそういう恋愛的なものとかの方が、すっと馴染みやすいのかなとか思ったり、なんかあとはなんだっけな、バトル漫画だったら、ちょっと待ってくださいね。あ、他の方が話しててもいいんですけど、タイトルをね、今。うん、あ、ね、刀娘っていうウェブトゥーンがあって、うん、これは日本のやつなんですけど、うん、多分ピッコマとかで無料で読めるんですけど、はいはい、これとかはすごい、なんだろうな、あの、は日本の漫画とか日本のアニメっぽいじゃんって思うし、なんか、え、なんかめちゃくちゃしっかりしてるけど、全然知らなかったっていうか、その、うん、なんだろう、俺の身の回りで全然話題に上がらなかったから、なんか俺はだからなんだろうな、そのいわゆる日本の漫画っぽいものを Webtoon でやれば、うん、結構俺も読むしみんなも読むし、なんかそういう風になるんじゃないって思ってたけど、やっぱそれが届かないんだなと思ったんですよね、これを読んだ時に、うん、なんか、うん、すごい普通に少年誌の漫画っぽいし面白いしクオリティも高いと思ったのに、なんかっていうね、気持ちとかが。あれは日本初の漫画っぽいですね。そうそう、日本初の、そうそう、日本初っぽいんですよ。あ、これはなんか読みやすそうというか、普段読んでる漫画の延長で読めそう。そうそうそう、延長っぽいじゃないですか、すごく。あ、今でもちょっと気づいたこととして、あのフォントとか擬音の書き文字がちゃんとしてると読めるかも、うんうん、あ、ちゃんとしてるっていうか漫画っぽいとってことですよね。うん、なんかね、うん、結構翻訳系のウェブトゥーンはフォントにあんまりかる、あの執着がなくて全部同じフォントだったりとか。そうなんですよ、ここ訳したな、入れ替えたなみたいなね、そうそうそう、うん、バレバレって感じになってるんですよね。本来韓国語で書かれてる書き文字もフォントで代用してるから、そう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 、なんか、あ、置いたなっていう感じがあって、なんかあれでね、 1ぐらいずつなんか削れてる漫画を読む時の気持ちが多分翻訳してる人は漫画家でも何でもないからさ、そうそうそう、そういうところに対する作為みたいなのは入れられないだろうなっていう気がするしね、うん、やっぱ、うんうん、でなんか漫画というものにそこまでこだわりがなくて、まあ暇つぶしで面白ければいいやっていう人ほどそういうとこは気にならないから、うん、ガンガン読めてしまうっていう、うん、なんか逆説ですよね、その、うんうん、なんか漫画が好きであることによって無駄に削れてしまう、うん、愛着がね、なんか愛着とか慣れ親しみがあるから、やっぱり、うん、本当は読みたいんだけど、うん、あ、なんか面白そう、刀娘。いや、パッと見の印象はすごく日本の少年誌の漫画なんですよ、本当に。そうですね、うん、だからなんか、うん、マガジンあたりでやってても、そう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 、でバトルの小回りとか演出とかもかなり Webtoon ならではなこともしてるなって思うんですよね。なんか効果的な縦スクの時になんか勢いが出るようなアクションのネームの切り方だなとかも思うし、うん、まあと言いつつ今ブラウザで読んでるんでスマホで読まないとそういうところはその従前にはね、その味わえないんだと思うんですけど、その、うん、スマホで読まないっていうのもあるな。そう、でも多分 Webtoon 読んでる人ってパソコン持ってない説あるんだよな。いや、なんか多分9割以上はそうでしょう、ね、そうですよね、うん、うん、混んでみるとなんか横長な画面が横長なんでなんか見える範囲がすごい狭いな。そう、うん、そうなんですよね。近すぎるってなっちゃう。スッスッって
コマを送る速度もなんか合ってないですよね、生理的に。その多分スマホに最適化されてるからだと思うんですけど。そうですね、うん、まあ、ウェブトゥーンに限らずスマホアプリで漫画を読むっていう行為自体あんましないかも。あ、確かに。もう話にならないって思いましたよ、多分これ聞いてるラジオのですね。こいつら話にならないっていう。そのロートルだと思う。でもそうだな、私も、うん、なんかいろいろねアプリありますけど、わ、うん、かる。でも俺もブラウザで読んじゃう割と、うん、ね、ゼブラックって何って、うん、なんでジャンプの漫画が読めるの。そう確かに、わかる。なんかちょこちょこ読んでますけど、ウェブっていうのは、うん、結構疲れちゃうところがあって、うん、なんか効率があるじゃないですか、うん、なんか例えば24時間で回復するから読めるとか、はいはいはい、じゃあ2時間経ったら読まないといけないみたいな感じになって、うん、なんかそれを効率よく先をポンポン読んでるときに、あるとき疲れてしまって読めなくなったみたいな。ソシャゲ疲れですね、完全にね。そう、そんな感じで、ログボが途切れたから読めなくなりましたみたいな感じになって、しばらくして、またなんか、読もうとするとなんかいろいろボーナスが入ってて、一気に何話か読めるから、じゃあもうちょっと読むかみたいな感じで読んだりしてるっていう感じ、ね。アプリとかもそうですよね。うん、結局なんか、でも読んだりやすも最新話まで結構、空いてるなって思いながらやってる感じです。なんか、最新のやつ読んで人と共有するみたいなことは全然なくて、うん、追いつけ、ちょっとずつ追いついてるなと思って、また読まなくなってしばらく空いてみたいな感じのを繰り返してるかなって感じですね。これはなんかね、面白い、ま、全然全部読んでないんですけど、面白いなと思ったのは、なんかピッコマだと死して生きる SSS 級、まあ、トリプル S っていうんですけど、うん、級ハンターっていうやつが、コピー能力を持った、なんか、死に戻りの漫画の出たやつとか。あとは、まあ、有名なやつですけど、LINE 漫画とかだと、喧嘩独学とか。はいはいはい。あ、うんうん、外見至上主義。とかは、喧嘩独学は本当に絵の密度がね、なんかすごい、毎週やってると思えないレベルのやつでやってて。うんうん、かなり面白いですけど、やっぱ長期連載になってくると、やっぱりそのブレが出てくるっていうのがあるなと思ってて、うん、続けないといけないけど、なんか当初やってたこととは全然違う方向に行くみたいな感じがあるんで、なんかその辺で どっかで疲れちゃうとかっていうのがある、うん、ですけど、ウェブトゥーン系はやっぱなんかすごいね、そのちゃんと引きを作ってるのが偉いなと思ってて、うん、読んだりと、はい、次を読ませたいっていうような引きをちゃんと、なんか、すごいベタベタでも作ってるから、うん、読ませるために作ってるんだなみたいな感じなの。で、漫画描いてる側からすると見習わないといけないなっていうか、ある種のサービス精神というかね、次を読んでもらいたいっていうためにやってるし、でもただそれがやっぱりそのシステマチックになっちゃってるところもあるから、うん、なんかそのあんま良くないブートゥーンとかいっぱい見るとまたこのパターンかよって思っちゃいがちっていうのはやっぱりそうかもしれない、うん、そうですね、はいはい、結局、まあなんか、など小説とかでも一緒で、フォーマットは決まってるとまたこれかよって思っちゃうけど、うん、それでも面白いやつは出てくるし、うん、で、その上積みみたいなやつはやっぱり有名になって、名前聞こえてくるから、それだけ読んでてもいいんじゃないかっていう気はなんかしたりしますね。確かに。うん。鈴鹿さんが、俺がさっき言ってたのを綺麗にオブラートに包んでね、喋ってくれて、今テクニックの差をね、今、すごい。言い方包むのが後だ。すごい。そう。包むのが後だった。出してから包んだ。俺が言いたいことこれだったんで、皆さん。これです。そうなんですよ。うん、そうなんだよな。いや、でもだから、最初に、その、ソルダンさんも言ってたけど、Webtoon、これからは Webtoon ですよ、みたいなね。そういう雰囲気が世の中に、しばらくあるよね、みたいなのは、なんか、なんだろうな。Webtoon もっと読まれてもいいと俺は思ってるし、なんか読むようになるんじゃないんかって思ってます。自分に対しても。なんかそういう自分のお気に入りの作品が、ポンと多分出てくることがあるはずっていうか、なんかこんだけなんかビジネス的にでっかくなってるのは事実じゃないですか。だってビジネス的にでっかくなってるのが事実だったら、日本の出版社とかがそこに手出さないわけがないでしょっていうのがまずあるから、でそこで出した時に多分俺の好きそうなものとかも出てくるはずって思ってるから、なんかその時が来たら俺も読むしみんなも読むし
なんか Webtoon に馴染んでいく、体とか心が馴染んでいくっていうのが始まるんじゃないのかなって期待してますよ。だから俺は結構前向きにそういうのが、うん、うんうんうん、やっぱスマホがメインの媒体の娯楽作品じゃないですか、そうですね、そうなってくると、まあ、オタクとかからしてみると、もうソシャゲとの時間の奪い合いになるわけじゃないですか。まあそうね。グランブルファンタジーとか、まあ今ね、いろいろブルーアーカイブとかありますけど、うん、だから、なんかそこに食い込むために何かしないといけないなっていうのがあるから、うん、一番なんかオタクに Webtoon 読ませるにどうすればいいかって、ブルーアーカイブの中で、アプリの中で Web 連載で Webtoon やるのが一番読まれるんじゃないかなみたいな。アプリ内。ブルーアーカイブがそれをやるメリットがないだろうって。キャラクター漫画的なね、この要は、まあ、ツイッターとかで公式が流してますけどね、漫画とかは結構、うんうん、そうそうそう、あれが一番 Webtoon と相性がいいんじゃないのって気はしましたね、なんか、みんなスマホで やってるはずだからってことですか、スマホのアプリでついでに読んでくれよって、うん、ちいち、まあ、確かにありかもしれない、まあ、Webtoon には限らないですけど、スマホアプリで漫画読むっていうのは結構、なんか、面白いんじゃないかなっていう気はしてますね。結構そのほうほう、例えば無料で読むためのあのものをなんかポイントとかをもらうために今まで読んだことないこの漫画を読んでみてくださいね。そういう流しありますよね。そうありますね。あるじゃないですか。でも紙の本だとないわけじゃないですか。うん、まあ紙の本だと雑誌でってことですけどね。促しとしてはね。うん。なんでやっぱなんかそれを読むきっかけになるっていうものっていうのがない漫画とかも結構多いんで、うん、なんかそういった時にそういった感じでまず1話読んでもらうっていう仕組みっていうのが、うん、今その漫画が結構ツイッターに貼って1話がバズるかどうかみたいな感じのやってるのをちゃんとシステマチックになんかまずはこの1話読んでみませんかっていうところっていうのをなんかその進めていくっていうのはあるんじゃないかなっていう気はしますけど、うん、ジャンプラーとかしか結構あのしっかりやって読んでないんですけど、ジャンプラもそういうのありますよね、促しが、うん、アクセスすると新連載の1話を読んでみませんか、読んだらこれだけのポイントがもらえますよっていうポップアップが出てきたりするから、うん、ああこういう動線をやっぱ作ってるんだなと思って、うん、偉いなって思いますね。そのやっぱ雑誌単位で買うとワンピース読むついでにこの新連載も読んでみるかみたいな促しがあったはずなんだけど、アプリとかウェブとかってその作品単位でしか人が流れないっていうのが雑誌と比べてあるから、うん、それに対する対策というかね、そういうやり方としてそういうのを考えてるんだなって思って、なるほどなって思いましたけど、うん、まあ YouTube とか Amazon とかもサジェストって形でおすすめですよって流してるから、うん、そういうのもねアプリで読み終わるとこれ読んだあなたにはこれがおすすめですって出てきたりしますよね、なんか漫画の、うんうん、さっき言ったみたいに結構そのどれ読んだらいいかわからないとかタイトル見てもあんまりピンとこないし、絵もなんか結構似通った風に見えてしまうっていうのはあったとしても、なんかあのまず1話読んでみるっていうための促しっていうのがちゃんと仕組みとしてあれば、なんかそういう人でも読めやすくなることはあるかもしれない、うん、かなと思うんですね、うんうん、まあ、それが必ずしもうまくいってるとはまだ思わないですけどね、うん、なんかそういうなんかちゃんとシステムの中でなんかそのまず読んでもらって面白いかどうかっていうのを試してもらうっていうのがある試みっていうのは、なんか従来の、 あの紙の雑誌とかにはなかったあの別、まあ、アプローチが違うやり方があるんで、それがなんか思うなとは、うん、ああこういうのねっていうのがないっていうだけかもって今ちょっと思いました、うん、こういうのね、うん、例えば喧嘩独学っていうのの主人公がどういうやつで、うん、なんて名前でとか全然知らないんですよ私は、うんうんうん、なんかでもなんだろうな、なんとなく名前とか性格を知ってるタレントみたいな感じでキャラクターのこと知ることってあるじゃないですか、うんうん、フリーレンとか、うん、読んだことなくても、うん、二次創作で知ってるみたいな長生きのエルフなんでしょうみたいな感じで、うん、もうなんか今タレントとして知られているじゃないですか、うん、そうですね、当分の花嫁とかも一時期なんかタレント化してましたけど、うん、ああいう感じで知る機会があればなんとなく読み始めることが愛着ゲージがね、読まなくても溜まっていくというかね、うんうん、ヤロメロンさんがだから外伝漫画、うん、喧嘩独学の外伝漫画をヤロメロンさんが書いたらこういうやつなんだって嘘の可能性あるからね、
全然違う。野郎ドラゴンが書いてるコミカライザー全部嘘だから。ドラゴン娘めちゃくちゃ面白いけど、ドラゴン娘についてはよくわからん。バンドリも全然わからんと思う。バンドリもそう、バンバンドリも全然わかんなかった。まあ、見たらようやく繋がるのかもしれない。だからなんでうちに頼むのって思う。書くけど。ニャロメロンコミカライズ結構思ったよりもいっぱいやってるけど、なんか想像、自分が想像してる以上にやってて、なんでこんなうちコミカライズ書いてるの、分からんって思いながらやってるから。喧嘩独学、うん、そうですね、喧嘩独学の休暇ね、始まるかもしれないってことですね、うん、なんかね、まあ、ホーリーランドみたいな感じの、うん、いじめられっ子が修行して強くなって、喧嘩を独学で学んで強くなる、そうそう、ゆえに喧嘩独学ってことでしょう。そう、何気で教えてもらえるかっていうと、 YouTube のなんかチャンネルを見て覚えてみたいなことをやっていくっていうので、かなりまあ今風のやつだとか、縦スクロールであるとこでまあなんかそのいろんなコメントが出てくるみたいなところとかの演出とかもまあちゃんとやってるんで、なんかまず読んでみるっていうのだとすごく読みやすいかなと思います。なんかでも俺もっと美少女キャッチャみたいなやつ読みたいんですよね。そのジャンルとしてまずさ、言わせていただくと、その。確かに。ジャンルとしてっていうのがまずあるかもね。そうですね。少女キャッチャにさ、クリフハンガーは似合わないでしょ。いや、だからクリフハンガーなくてもいいんですよ。そのウェブ。よくないんじゃないよくなくないよ。ああ、でも多分今までもそういう試み自体はあるけど、うん、やっぱそのクリフハンガー力というか、うん、次のタップを誘発する力レースに。負けてきたのかもしれないですよね、うん、よかったなーで終わっちゃうのはね。いやでもそれはなんかあれなんじゃないの、ビジネスモデルとの相性の悪さみたいなことなんじゃないの、違うのかな、なんか。でもそうか、4コマ漫画は多分不利だよな、そう考えると。ウェブトゥーンで4コマは、あでも3コマ目だまで載せて回で4コマ最悪すぎる。でもだからその先読み課金でビジネス成り立たせようっていうことだと、どうしてもそういうクリフハンガー的なものが要請されてしまうけど、それ以外にあるんだったら、なんかそういうキララみたいなのでも嬉しい。むしろそっちの方が読みたいけどって思っちゃうけどな、俺は。なんか、できないのかな。なんか絵が結構もうこってりしてたりとか、なんか、ちょっと暴力的な野蛮そうな男の人がたくさん出てくるんでしょって思うと、それだけで、それは別に Webtoon じゃなくて紙の漫画でも俺そうなんで、その、可愛い女の子が出てくる漫画の方が読みたいんですよね、シンプルに。確かにね。漫画の偏りは感じるね。だから本当に Not For Me な作品が今の Webtoon っていろんな理由であるんだなって思ってるんですよ、読む気起きない問題については本当に。確かに、ウェブトゥーンだからっていう以前に、少女漫画とヤンキー漫画をそもそも読んでなかったわ。そう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 、紙でもね。そうそう、そういうことなんですよ、マジで。確かに、まあ、それだとキララっぽい漫画とウェブトゥーン相性悪い気はしますね。ちっちゃいエピソードいっぱい重ねていくっていうのと、ガーッとスクロールしていくっていうのがあんまり相性が良くない。ウェブトゥーン流行ってるの知らなかったみたいな話だと、東京リベンジャーズが流行ってたの知らなかった。言ってくれ、それは。それはどうなんだろうね。あれも不良の漫画だから。不良の漫画だから。全然、ね、届いてなかったアンテナが。知ってくれ、それは。そこを知られなきゃ話が始まんねえから。アニメ化とかそういうところまでするぐらい人気なんだって、直前で知ったっていう。すごいよな。でも東京リベンジャーズがウェブトゥーンだったらめっちゃ入ると思いますよ。よく合ってると思う、うん、東京リベンジャーズの内容的にも。確かに、確かにウェブトゥーン版とかを後から作る場合もあるみたいですから、ね、そうそうそう、 ありますあります、ね、あります、あります、ありますよ、すごいな。確かになんかね、本屋とかに行くと、なんかこの漫画今流行ってるんだって分かりますけど、ウェブトゥーンはなんかあんま分かんないですもんね、アプリ開かないと。確かに。前なんか、そうですね。前見た広告だと、なんか、エスカレーターの手すりのところに、ウェブトゥーンのやつ印刷してガーッと、やば、ああ、面白いって言って、面白いって思ったんですけど、乗ってる人はずっと同じとこしか見てない。確かに。面白いけど違うわ。面白いけど、ずっとエスカレーターの前で、なんか腕組みして読んでる人じゃないと読めないって。謎のやつか、その階段のように登っていくことによって。
今ディスコードに、これラジオ聞いてる皆さんには共有できないんですけど、ディスコードに貼ると、うん、水里先生のその異世界デスゲームに転送されて辛いっていう漫画があるんですけど、うん、それが、はいはい、今1個目に貼ったのが横漫画で、2個目に貼ったのがそれが縦スクに変換されてるやつなんですよ。へ、ね、本当は縦スクに書いてある、そう、本当だ、これ 見比べてみたいでなんか怖いですね、うん、そうだね、縦スクってね、うん、そう、あの検索すれば皆さんも読めるんですけど、長い異世界デスゲームに転送されて辛いっていうやつ、コミックウォーカーが縦スクでピッコマとかだって横があるんだけど、で案外ね、これあの確かツイッターで最初に水畑先生が投げてた漫画だと思うんですけど、だから最初は本来は横漫画、後に縦スクに変換されてる漫画だと思うんだけど、うん、案外縦スクになるんだなっていう、その横漫画として書かれたものが、うん、あー、なんか試みとしてはあのスマホの前からありはしましたよね、こういうの、うんうんうん、そうだね、なんかガラケー漫画みたいなやつ、うん、ガラケーの漫画と一コマずつね、そうそうそうね、ボタンを押して読んでいくみたいなやつがあったから、それに比べたらかなり便利になったもんだなって感じします、ね、確かに。あとは例えばフィルムコミックスとかね、ジブリの漫画とかも あれもそもそもはそういうことじゃないですか、固定のあれを漫画風に再構築してみたいな、うん、だから、だからなんかこういう風に鬼滅の刃とかチェンソーマンとかワンピースとかヒロアカとか何でもいいんですけど、そういう人気作を縦スクに変換して無料で皆さん読めますよ今だったらみたいな感じで、みんなの縦スク読み体になじませていくみたいなこととかをすればで、それに合わせてなんか新作とかも出したりとかすれば、なんか全然俺縦スク読むようになると思うけどな自分はっていう。でもなんか そこまでいくとなんかもう完全に文化のための行動です。あ、そうですよ、だから皆さんに根付かせるためにまずはそういうのが必要だっていうこと。うん、俺だってそのなんだろう、この漫画はもうすでにあるわけですからね、普通に漫画としてね、うん、ある、うん、それをその あのひと手間加えてもう一丁ウェブトゥーンにしてみるか。そう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 、ね、やっぱりウェブ、うん、そしたら喧嘩独学をじゃあ私横で読みたい、そういうことです、うん、でもそれは今求められてないのかな、どうなんだろうな、喧嘩独学の横でだったら読みたいかも、うん、それのなんかあの同じ原作者の人が絵も描いてる外見至上主義っていうのがあって、はいはいはい、でそれは紙の本出たんですよ。あ、そうなんだ、読み直して、ただなんか刊行が途中で止まったんでそんなに売れなかったのではないかという感じ、ね、まあだからそういうことになっちゃうんだな、うん、やっぱりなんかその何かその特有の良さがやっぱ絶対あって、よくわからんやつが横にしようが縦にしようがやっぱ良くないってことになっちゃうんじゃないかなって気するけど、作家がその、うん、いちいちそのちゃんと横漫画にするためにめちゃめちゃまたネーム切り直すみたいなことしてくれるんだったら多分めっちゃ面白くなるんじゃないかなとは思うんだけど、あの結構難しいですよね、なんかそのカラー漫画も結構最近増えてるじゃないですか、ジャンプの漫画カラー化するっていうの、はいはいはい、でそれもやっぱなんかその色つけてる人のセンスが出るというか、ういいカラーの漫画と全然ダメなカラーの漫画だったなって思う、うん、ああるかも、なんか色の塗り方によって白黒だとパキッとここに視線が集中するようになってるっていう設計がされてるのに、なんかべったり色塗ってるからどこを見ればいいのかよく分かんなっちゃうみたいな。例えばそのさ、黒あの黒の血を書いてあるとしてさ、血を集中線のように使ったりして視線誘導したりするけど、これを真っ赤にするとその効果が全くなくなってのぺっとしちゃうみたいなのがあるんですよ。うん、なるほどね。そういう感じでそのトランスレーターの力によってめちゃめちゃ変わっちゃうみたいなのは結構どこにでもあると。演出がね。うん。演出がね。うん。演出の意味自体が変わっちゃうというかね、色を塗っただけで。確かに。うん、色塗ったやつでいいやつは、ジョジョのね、色塗ってるやつはすごくいい。うん、ああ。いいですし、荒木裕彦的ななんかその、あの空をピンクで塗ったりとかっていう、色使いをやりつつ塗ってるんでね、かなり再現性もいいので、カラーは、ね、結構いいなって思うときありますね。ジョジョみたいにこう、これ何やってるんだろうっていう絵があるときは色ついてた方がいいかもしれない。あ、これ どこがなんだっていう絵ときあるじゃん。うん、そういうときはいいな、色。わかりやすくなっていいかもね。うん、あとスタ
タンドこの色だったんだ。確かに。あ、スタンドはなんかよくわかんない部品がどなんかついてるなみたいなのあるからね。うん、そう、部品もあれ部品なの。どうつながってるんだろうみたいな。あ、でも色もなんかきっちり決まってなくて、カラーの原稿のために変わってるとかっていうのあったりするから、なんかあれですよね。アニメ化するときとかにどの色で出るかを結構バリエーションがあったりとか、ゲーム化するときにバリエーションつけたりとかっていうのがありますね。うん。ある。アニメ、ジョジョはなんか何色で塗ってもいいし、唇を緑で塗ってもいいし、なんか全然いいから、そういう意味だとなんか、その自由度は高いのかもしれないなと思います。なんか、カラーにされることに対する抵抗自体がないとかね。そうそうそう、うんうん。演出に対して一番適切な色を選んだりできそうだな。うん、そうですね、確かに。ここはその普通に塗るんだったらカラー的にはピンクなんだけど、ピンクにしたらこのページダメになるよなっていう時に緑を選ぶことができるというかね、うん、そういうことができるのはやっぱめっちゃ強いのかもしれない、ね、著書としては。確かに他はできないと思うけどね、著書、うん、だけに許された荒技、うん。ジョジョのカラバンはいいですっていうことを、ね、うん、伝えしたかった。あとライン漫画じゃねえや、縦読みで前に好きだったやつちょっといくつかね貼りたいんですけど、先輩は男の子っていう漫画がまずあって今貼りますけど、はい、これはねなんか今度アニメ化も確かするらしいやつで、これはさっき俺が言ってた可愛い女の子のキャラじゃないと見る気にならないんだよなみたいなことを言っててうろうろした時に、うん、あなんか普通に可愛い女の子の絵があるって思って、うん、まあ読んでっていう感じのきっかけの、あこういう普通に絵柄のもあるんだとかね思ったりしたのとか、はい、うん、あとはこれはなんかそういう流れで底辺魔女ですがエリート魔法学院で成り上がりますっていうタイトルのやつなんですけど、これも絵がなんか少女漫画かつ、うん、なんか萌え好きのオタクの男にも読めるみたいなラインの少女漫画の絵だっていうその言葉がちょっとよくわかんないんですけどまあ俺にも俺にも踏んだんだか走ったんだかなんかこれもね絵が可愛くて好きだなって思った。あ、可愛い、可愛いんですよ、しかも女の子と女の子はキャッキャウフフする感じっぽい、うん、どっちこの2つはねどっちも絵が可愛い、だからなんかそういうのもあるんですよね当然だけど、なんかただやっぱ一番売れてるとか一番目立つのは そういう作品じゃないから探さないと見つからなかっただけで俺が、そうだからまあ、うん、押される漫画っていうかね、広告に出される漫画はこういう漫画ではあんまないから、そう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 、ね、一番の売れ線は多分そうじゃないんだなって思うから、うん、でもだから俺はそういう作品にもっと出会ったりこの先読んでいけたらいいなと思ってます。繰り返しになっちゃうけど、うん、でもなんか今貼ったその底辺魔女ですが、うん、は読んでてなんかスクロール感のコマの密度が高くてなんか空白が少ない漫画ですよねこれ。あここはいいかなって思う、うんうん、なんか俺空白がありすぎるとちょっと嫌なんだなって結構これ読んでて思った、うん、なるほどね、うん、なんか空白時間の無駄じゃんみたいな、タイパ重視の、YouTube 販売で見る人みたいな感じの気持ちになってたから、うんうん、あ、隙間がない、お得みたいな。なるほどね、うん。確かに、人によって違うんでしょうね。うん、ちょうど良さはね。うん、ちょうど良さがね、うんうん。そういう意味でも。いっぱいスクロールできた方がいいっていう人も。そうだよね。早く読めてる気がするとかね、うん、なんか、すっすと。いっぱいスクロールできてた方がいい。なんか、指をまず、指を動かす反復運動が楽しいみたいな、そうそうそう、多分あると思う。あるあるある。ましたね、やっぱり話が。いやでもクリッカーみたいな。バキとか例えばもう読めたっての嬉しくないですか？なんかすごいすごいスピードで。めっちゃめくりまくるわ。そうそうそう。それはね人によるから。あそうなんだ。本当にクリッカーになっちゃうなと思って。早すぎると思ったりもします、ね。のこんなに早く読めたが嬉しい時と。ちょっと早すぎるって思ってる時があるというか、うん、チャンピオン読んでる時10秒で読み終わっちゃう。まあそういう意味でもだからコマとコマの余白の大きさとかも多分まだかっちりとは決まってない紙漫画ほどは Webtoon って、ね、だから本当にこっからいろいろなってくんだろうなって思いますね、うんうんう
ウェブトゥーン指でスクロールするより専用のダイヤルみたいなの回しを見たいかも。あーそれ壊れるやつだわ。その部分がマウスのホイールみたいにね、なんかあれうまくいかねえなみたいになるやつ。そうなんだけど、カリカリカリって回して読んでたら気持ちいいだろうな。ちょっと直さなきゃいけない。そんなところかな。じゃあもう一個、これはね手塚さんがちょっと喋りたいなっていうのがお題があるらしいということで。どれだ手塚さん、ちょっと喋ってもらってもいいですか。何について喋りたい。そうですか。僕は、でもなんかそういうのやと、なんか、僕が、インターネットに対する不満を、でも、なんか、電子コ聞いてる人たちはまたその話かよって。もう一回来い。思うのかもしれないんですけど、でもなんか、その、ま、きっかけの一つとは、僕はなんかその、漫画は、なんか、書けるよっていう話をしていて、もともとその、なんか、今、なんかその、よくネットで定期的にバズる話題で、なんか、漫画を描きたいやつはもうすでに描いてるから、今描けてないやつには漫画は描けません、みたいな話を。ああ、はいはいはい。が結構言われるんですけど、でもそんなことないだろうって僕は思ってて、なんか、その、ちょっとずつでもなんか描くための努力を重ねていけば、誰か描けるようになるよっていう話をしてて、なぜなら僕がそうだから、とかあるんですけど、だから、その、今描けてない人に対して、なんか、なんか、お前には絶対できないっていうね。お前はこれから一生書けることはない。お前のようなやつが一生書くことができないんだみたいなことを、みんながキャッキャキャッキャ言ってるのが、すごい、なんか腹立ってて。腹立ってて、でもなんか僕が、でも、できましたよ、僕はできましたよって言った時に、でも君は結局書いてるわけだろ、みたいなことを言われる。そうだから無敵なんだよね、相手はね。そうそう。それを言うとね。で、なんかその僕のなんかその時間のスケールのなんか切り取り方で、この時は書きたいと思ったけど、いきさつも書けなかったっていう時期があって、その時に対しての僕には、やったら否定的なことは言われる立場なんですけど、まあ結果的に書いてしまったわけじゃないですか。で、僕は、で、それで書けるようになったから、その書いてますよ。で、その商業しても書いたりしたり、できるようになってますよって話した時に、君はできる側でしょっていう話をしたから、僕のことは全て無効化されるわけですよ。我々はそのできない人に対して言ってるんだって言ってる。で、一方でできない人が自分は漫画家になれるって言ったら、お前はできてないわけだろって、お前は漫画描けないんだって言って、無敵なんですよ。だから、誰もそれに反論するかできない。から、その無限にその娯楽が続いてるっていうことに対する、こう、憤り。嫌な気持ちがずっとあって、なんか、なんだろうな、お前、だから僕はやっぱインターネット長いから、20年ぐらい見てるわけですよ。はいはい、お前、20年わなびいただきをずっとやってるのかっていう気持ちがあって、もうええだろうっていう気持ちがすごくあって、なんかそういうことに対するなんかね、なんか僕は草の根活動として、なんかそういうのもうやめていこうっていう空気を作っていこうと、ね、してね、こう。これもその一環でってことですよね。そうなんですよ。繰り返しやってるんですよ。で、ここでまあインターネット有識者としてダヴィンチを抑えられてる。ここでね、どうにか引き込むことによってね、その流れを作っていこうという、こう、いやらしい。いやいやー、素晴らしい話ですよ、これはでも。そんなに目にします？俺、だからやっぱ手塚さんほどインターネットに多分マジじゃないからだと思うんですけど、そういうわなびいただきみたいな。でもそういうのと僕ができるよって書いたのが悪かったんですよね。まあ、悪かないけど、でも。書いたことによって、それに対して、引き寄せないんだ。お前は書いたからだっていうのを、そういうやばい奴らを、こう、うん、引き寄せてしまった、うんうんうん、でもなんかそういう風潮としてだけど、別にこれはあのリアルな話じゃなくて、漫画のキャラクターとかに対してもこいつって努力してるって評価されるけど、努力の天才だよなみたいな言い方で、あ、結構下げるじゃないけど、なるほどね、こいつだからできたんだ、特別なことなんだみたいなね、そういう茶化し方をする風潮はなんか前からあったなって気はするかな。だからなんか結構その、なんか、その、僕の、なんか雑感で言うと、その、なんかその漫画講座みたいな感じとか、漫画ってこういう風にやったらいいみたいなものって、なんかすごく否定的なものが多かったんですね、僕が見た中では。こういうのは良くない。こういう漫画は良くない。こういう書き方をしてる漫画は面白くないみたいな感じの否定的なものがいっぱいあるんですけど、どうやったら面白く書けるのかっていうのを誰も教えてくれないって思ってて。まあ、そんな分かんないからと思うんですけど、僕自身も分かんないし、ですけど、なんかやっぱり、こういうのはダメだっていうのを、その100個集めたところで、こういうのはダメだっていうことしかないから、絶対書けるようにならないと僕は言ってるんですよ。だから、こう、書くためには、こういうことをしてもいいんだっていうのを、すごく教えてくれるものっていうのがすごく良くて、
だから例えばその NHK でやってるなんかまんべんとかだと、いろんなやり方をして書いてるわけですよ。例えばその絵を描くのが苦手な人とか人の方が縛りプレイをしてることが多くて、こういう風に絵を描いたらダメだとか、まあ、例えば写真を見ながら横に置きながら見て描いたらダメだとか、うんうん、なんか例えばあの左右の顔をこっち側向いてるときにその描きやすい方を描いて反転させたらこれはなんかあのダメなやり方をしてるとか、うん、そういうなんかいろいろそのあのなぜかそのうまく描けない人ほど縛りプレイをしてて、そういうのから自由にしてくれるっていうのがなんかそういう本当にプロの人がやってるところって見せてもらえるのがすごく良くて、うん、例えば池上良一先生とかのあのめちゃくちゃ絵が上手い池上先生が左向きの顔を描いた後こっちの方が自信があるからって言って反転して原稿に載せたりしてるんですよね、うんうん、だこんだけ上手い人っていうのがそれでもちょっとでもクオリティを上げるためにどんな方法でも使ってるのに、なんでそのなんか初心者みたいな人っていうのがそれ以上の縛りをしてなんか漫画を描いてるのかっていうのをなんか自由にしてくれるっていうのがすごくいいコンテンツだなっていう気がしてて、なんかもっとそういう風になんかこういうことやってもいいんだよっていう方をやった方がいいのになーっていう気持ちが僕の中にはまあ渦巻いていて、にもかかわらずでもやっぱこういうのはダメ、こんななんか志望者はあの絶対ものにならないみたいな感じの漫画を描きたいんじゃなくて漫画家になりたいだけだからダメとかね、そういうねとかっていうの方がなんかその人の注目を集めやすい、まあコメントしやすいんだろうなとは思うんですけど、っていうのがなんかあんま良くないんじゃないかなっていうのをそう思っててみたいな、うん、なんですけど、なんか漫画が描ける描けないっていうことの描けるがどこからが描けてるラインなのかっていうのもあるわけじゃないですか、うん、だから別に絵と吹き出しとセリフがあれば一個までも漫画が描けたということだって別に可能だったりとか、うん、なんかそれともプロになるとかっていう話をしてるのかとか、なんかまあいろんなラインがあるよなって思うけど、うん、その今手塚さんが言ってるのはその漫画描けることのハードルとかを下げたりとか、なんとか描けるように、うん、別にいろんな漫画の完成形があるというかね、そのなんだろうな、うんうん、それを増やしたりハードルを下げるっていうことで、それは別に悪いことじゃないじゃんっていうことだと思うんですけど、うんうん、っていうのがまあ多分なんかそういうのが、まあ、そういうのがハードルが下がった時になんか爆発的に参入者が増えるんじゃないかなっていうのがあって、うん、まあ例えばボカロ文化とかもそういうの側面があるのかなとか、うん、なんか自分でもできるっていう状態を作った方がなんかその例えば漫画っていう分野のなんか寿命っていうのは伸びるんじゃないかなっていう気なんかしてて、うんうん、だからなんかそういう風なところ含めてなんか風潮というか、今だと例えばやっぱあんまり良くない漫画とか書いてしまうと一気に袋叩きになったりしてしまったりとかするとか、全く注目が集まらないか変な注目の集まり方をして嫌な気持ちになるとかっていうのとかって、なんかあんまりなんかねその漫画描くっていう上で良くない環境なんじゃないかなっていうのはちょっと常々思ってるんですよねっていう。確かに、うん、ピエール手塚さん、あなたは正しい。おっ、お墨がついたよ、うん、以上。お墨がついた。うん、なんか、なんで僕は。いや、でも本当そうですよね。うん。なんか、たまになんか話題になってるあれとして、文学界っていう雑誌、小説の話で、あって、新人賞の、あの選考委員のコメントみたいなのが載ってるやつがあるんですけど、うん、なんかいろんな作家さんがいろんなコメントしてる中で、あの、金原ひとみさんっていう作家さんだけ異常に短いコメントで、うん、何でもいいよ、書けたら送ってみてって書いてる。あ、見ました、ね、あれはね、でも本当にそうだよなって、なんか、うん、みんながそういうことを言う必要はないけど、うん、でも一人はああいうことを言わないといけないよなって思うんですよね、うん、そうね、なんか人が作品を書くことによってともかく世の中になんか今まで存在もしなかったものが一つ増えているっていう、うん、なんか事実に比べるとなんか良作打作とか完成してるかとかっていうのはあんま関係ないよなって思うんですよね、うん、割と本気で、うんうんうん、なんかでも割とみんなもっともっと高いレベルを目指してますよね。そうですね、名作とかなんか作家としてやっていくためにはみたいなところに結構いくけど、うん、そんなそこまで考えなくてもいいんじゃないのかな、うん、
商業主義的なものが目指すべき唯一の成功というか到達点みたいなねものにつきすぎてるかもしれないし、うんうんうん、なんか別にヒットしなくってもうなんだろうな、その人が満足いく作品が一生かけて一本かけたらなんかそれは別にめちゃくちゃいいことじゃないですかって思うし、うんうんうん、なんか手塚さんの話聞いてて思い出してたのは、西島大輔先生がひらめき漫画学校っていう企画をやって、今もやってると思うんですけど、そういう漫画志望者さんを、はい、募集してそれで講義をして漫画を描き方を教えるっていうあれなんですけど、でもそれの全部をちゃんと追ってるわけじゃないんですけど、その最初の方の、講座を追ってた時にその印象深かったのが、なんか、まあ、漫画の描き方を教えると言いつつも、そのもう皆さんは漫画が描けるようになりましたっていう、そこにあるものをそっと漫画と呼んであげればいいだけですっていうことを言ってて、そのつまり漫画っていうもののハードルをねみんなが高く持ちすぎてるから、もっと下げていいんだ、もう描けてるんだよっていう、それを漫画と呼べばいいんだっていう風なあのロジックでね、その漫画講座をしてて、うんうん、なんかあの面白いなと思ったんですよね、すごい印象的で、うんうん、それを思い出してました今、うん、そうですね、なんかそのまあ他に漫画じゃなかったとしても全部なんかそういう風にハードル下げていったらいいのになってすごい思ってて、なんか何かがなんかそのまあ例えば他の人と比べたらそんなにすごくなかったとしても、なんか機能できなかったことが一向今日できるようになるみたいなことの方を見た方がなんかいいんじゃないかなって思うことがなんかよくあるんですよね、なんか会社の仕事でその上司の仕事をしてたりしても、わ、うん、かります、何かができないとか、まあ、なんか一個一個できることっていうのに、なんか目を向けていってやった方がいいんですけど、でも少なくともなんか、そのインターネットっていうのはあんまりそこに向いてないなっていう。そうだと思います。そうだね。のがあってね。隣にね、めちゃめちゃその、すごいプロの人のやつが並列に並んでしまうみたいなことは、やっぱりいっぱい起きてしまいます、ね。比べられるし、自分でもついつい比べちゃうしっていうね。下手だな、自分みたいなのをね、どうしても生まれてくる。そうですね。やっぱ、そう、自分のなんか進捗だけに集中できないっていうのはありますし、なんかそういう人が注目を集めるときって大体悪い注目の集まり方だから、うん、なんかそれもなんかあのモチベーションにならないんじゃないかなとか、うん、なんか変にその変な受け方をしてしまうとせいでそっちの方に行ってしまうっていう人もいるし、うん、確かになんかその辺を含めてなんかね、あんまりもうちょっとなんかね本当に自分がどうなんか楽しく日々やっていくのかっていうところになんか、なるようなインターネットはないもんかねっていうのをちょっとね、思ってるんですよねっていう。まあ、特に落ち着き先はないんですけど、まあ、舐められたらいいんじゃないですか、もっと。ああ。舐めを受け入れるってことですか？そう。もっと、舐められることを、に躊躇しないようになれば、漫画家たちが全員。うん、いや、まあ、そうなん、それはもうマジで正解なんだけど、うん、やっぱそれは超ある種の超人になれと言ってるも道義だから舐められたら俺もうカッカカッカしちゃってっていう、もう中野さんなんてもう舐められたくないのゴンゲじゃない、そうなんみんなそうでしょ、別に俺がゴンゲじゃない、人間は当然舐められたくないんですよ、でもやっぱしみんなも、うん、こんな漫画が連載するなら俺だっていけちゃうんじゃないののマインドからスタートすることで、うん、漫画家が増えるみたいなこともあると思うから、いやそれは絶対あると思う、うんうん、だからうちは舐められ漫画家として生きていますよいやいやいや、メロンさんを舐めるやつは俺たちが許しませんよ、俺たちが許さない、そういうグループなヤンキー気質そういう絵がめちゃめちゃ精細にすごいみたいな漫画家でもないから、舐められ役としてかなり優秀、うん、まあでもそのさテクニックが分かんない人はやっぱその舐めやすいっていうのはあるかもね、その、 そうね、あのディフォルメ漫画っていうのはさ、うんうん、だからコロコロの漫画ってさ子供の頃ってさめっちゃ絵がうまいっていうふうには見てなかったじゃん、その、そうね、今から見ると、うん、なんかコロコロの漫画のさディフォルメ加減とかさ、うん、なんかその構成の仕方とかめちゃめちゃうまいなとか思っちゃったし、うん、藤子 F 先生のさなんかあの小回りとかをさもう名人芸やねみたいなことを思うことってさ、うん、今ではあるけど、うん、昔はそんなこと思ってなかったわけでさ、ね、結構なめられ漫画家としてその児童漫画っていうのはやっぱその結構大きくあるんじゃないかなって気しますね、うん、そうだからそれまでジャンプだって筋肉マンとかラッキーマンとかだって始まった当初はやっぱりそういう子供でも真似しやすいぐらいの
絵でやってるっていうところに意味があったんじゃないかなって気もしますし、ね、うんうんうん、とかそう、まあでもやっぱ今ジャンプで描きたいっていう若い人はいると思いますけど、やっぱりこのレベルにならないと、ヒロアカとか見ながらこのレベルが習慣で描けないとって思っちゃうと、やっぱり記憶にしちゃうっていうのはあるかもしれない、うん、し、あとはなんか ね、漫画家の人たちもみんなもう最近も特にね、やっぱツイッターとかが消えていくからすごい悲しい、あ良くないメディア、ね、SNS のそこから消えていく人がいると思うと辛いですよね、うん、確かにね、いいやつほど消えていくっていう、ね、うん、日々のツイートしてくれよってすごい思いながらいたであろう人とかいるだろうからな、多分、うん、続けてたみたいなね、そうだね、うん、ツイッターのいいところを拡大して悪いところを縮小していきたい、できればいいけど、どうしたらいいんだろうな、どうしたらいいんだろうな、そんな夢、夢なんて、うん、漫画家になりたくて漫画家になって本当にちゃんとやってる人いると思うんですよね、結構。いや、そんなとこ、そこってジャッジできないですよ、なんか、うん、できないよ、漫画家になりたいし漫画も描きたいんだものっていう、その職業に対する憧れってすごくありますよ、なんかやっぱ、うん、あの特別な人間、俺は普通のサラリーマンにはなりたくねえっていう、そういう、うん、特別になりたいっていう素朴な、俺はインタビューを受けたいんだ、そう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 みたいなそういう素朴な、男として扱われたいんだって思ってるよ、素朴な気持ちってあったし、うん、それが原動力になって何が悪いのって思うし、ゆうたそのさ、ジャンプ作家なんてさ、絶対その原動力ないとジャンプ作家になろうなんて思わないでしょ、まあ、わざわざジャンプでやろうっていうのは、うん、一角上げてやろうという野心がないとなかなか目指せることではない、うん、わなび力が一番高くないとジャンプには絶対いかないだろうって思うしさ、うん、それがそのさ、ジャンプが今の漫画のど真ん中だと言うんだったら、それこそが、そのわなび力こそがそのさ、大事とも言えるんじゃないのと思っちゃいますけどね、なあ、うん、漫画家に憧れるのって、その立場に憧れてるのももちろんそうだけど、そういう自分の好きな漫画を描けるような存在になりたいっていう、うん、本当にそこって、うん、普通につながってる欲望だと思うから、なんか、いじめるだけの言葉だなと思って、俺は、すぐに見破りましたって感じですね。そのいじめには、そのいじめ見破ったって思って、そんな。うん、そう。でもやっぱなんかそういうのがね、ちょっとかき集めていく漫画以外でもなんか、その、で、例えば、僕書いてる極真化とかも、対人関係が苦手な人がそれを克服していく過程を書こうっていうのが僕の中のモチベーションとしてあって、うん、僕は本当に精神がやばくなってて、全然なんか注文を取ってくださいっていうこともできなかったぐらい、良くなかった時とかっていうのから、今は普通にコミュニケーション取ってるから、そういうので困ってる人とかっていうのが、その例えば対人関係コミュニケーションが上手くない人って、上手くないから避けて、避けるから上手くならないっていう良くないループになってるっていうのが、僕自身が昔そうだったみたいなのがあるから、なんかそういうところをちょっとつないでやらないかなみたいなこととかっていうのが、なんかモチベーションの中の一つとしてはあったんですよね。そういう感じで、なんかそういうふうにちょっとやっぱそのできないから停滞してるみたいな人に対するなんか共感性とか、そうやって良くないんじゃないかなっていう気持ちが、まあ僕はすごくあって、それをね、なんかちょっとでもマシにしてほしいのだが、そういうことを言ったらすげえインターネットですごい嫌なこといっぱい言われたから、クソがと思って。もう、世の中への怒りだよね、もうこれは。っていう、その世の中に対する怒りですね。うん。いや、もう、なんなら手塚さんの作中のヤクザがもう、そういうこと言ってそうな感じすら。言ってる、言ってる。まあ、ラスボスになるやつ。うん。そうだね。でも本当にツイッターはその繰り返しになっちゃうけど、手塚さんも言ったように、その昨日できなかったことが今日はできるようになったっていう、そういう喜びみたいなものを見つめていけば、てかまあそういうことは確実にあるんだから、その漫画じゃないにしろ漫画にしろね、だからまあ今日できないからって明日もできないとは限らないというか、だんだん良くなるじゃないですか、事実として。うん、だからまあ悪くなる可能性もあるんだけど、でもまあとりあえず変わってくは変わってくんだから、うん、うん、なんか、いや絶対にお前はできないよとかっていう言葉
が投げかけられやすいようなインターネットには身を置かない方がいいかもっていう ね、うん、そうですね、自分のモチベを維持するためにも、うん、そう、何か言葉を投げかけた時にその結果どうなることを期待してるのかっていうのをちょっと考えてほしいなと思ってて、ね、それ言われた側の人たちがなんかそれ言われてなんか何か好転すると思いですかって思うんですよね、うん、だから気持ちよくなりたいとか、もしくは、そのなんか、やめてもらいたいとかね、諦めてもらいたいとか。そう、で、まあ、そういうこと言うと、なんか、こういうふうに現実を分かりさせて、早めにやめさせてやることの方が、社会復帰を促してるんだ、みたいなことを言うやつも、本当にいるんですよ。なんか、いるんだ。すごいな。本気かって思って。でもさ、僕の書いたブログのね、はい。これが筋トレの話だったらさ、多分みんな結構肯定してたんじゃないかなって気がする。うん。こういうことをすれば筋肉が増えますよみたいなこと言って、うん、これって才能だろって文句言うやつってあんまいないよね。筋肉のつき方は才能あるかもしれんけどみたいなね。いやだからでも筋トレだったらね、なんかその今なんか100キロのバーベル上げられないやつは一生上げることができないみたいなこと言われてるようなもんですよ。お前が筋肉がすごかっただけだろみたいなこと。まずは5キロぐらいからこう始めていきましょうっていう話を。だからアーティスト、それ漫画に限らずだけど、なんか特殊な、うん、幻想があるってことなんですよね、ロマンとか幻想が、ね、職業に対して多分、うん、あとまあなんかさ、そのなんか夢みたいな職業みたいなさ言われ方が定着しすぎちゃってるのが問題なのかなっていう気するというかね、もう例えばその漫画家みたいなのやっててもなんか本当にその当たるか身を持ち崩して死ぬかの二択みたいな感じではないし今は、ね、うん、普通にみんな生活してしながら漫画描いたりとかさ、その人なりのねバランス感覚で生きてたりするんだけど、うん、なんかその、まあ、本当にその家をなくして体を持ち崩し死ぬかそれとも社会に出て働くかみたいなさ、そんなあの白黒じゃなくてもっとグレーラインがあるだろいっぱいって感じがしちゃうんだよね。会社員をしながらでも漫画家はできるんですよ。それはまあちょっと皆さんは早くはやってるどうにかした方がいいと思う。うちはできないと思う。まあでも商業漫画家じゃなくてって意味だったら別に漫画は描けますよ。そうそう、コミティアに来れば、うん、みんな働きながら漫画を描いてるし、うん、でそれは別に何にも構わないことですよ全く。そうだね、うん、当人が良ければ手塚さんもそのさ、なんか月一の連載だけとかだったらまあなんとかなるかもしれないけどさ、うん、手塚さんはその連載量がちょっとおかしいだけ。手塚さんは仕事も漫画もやりすぎだからちょっと、そうそう両方ともやりすぎだからやばすぎる。異常それはちょっと別の問題として、そうこれはもう明らかに、うん、確かに睡眠時間を考えて出したらちょっとおかしな話になるから今は出すのやめようってなってるけど、だからねやっぱりそのいいじゃん別に漫画家目指したってっていう話だよね。そのどこまでその人生がめちゃくちゃになるんだよって思っちゃうっていうかね、うん、この言葉にお前はどれだけ責任が持てるんだって、うん、逆に言いたくなっちゃうけどね、そのなんか、うん、そうですね、なんかそれなのかな、僕は自分が何が嫌なのかなっていうのを思うんですけど、その、まあ、やっぱりそういうのに同意がたくさん集まってるみたいなのが、まあ、そもそもこの話題以外でも嫌なのかなっていう気がしますけど、ね、なんかその呼び水みたいになってしまって、うん、この例えば何か良くないことがあったとして、一人してきてたら、僕はなんか一人してきてるなと思って言わなくていいなって思うんですけど、一人してきてしてるなと思ったら、自分も言ってやろうっていう人がわざわざ寄ってくるっていう状況そのものがあんま嫌なのかもしれないっていうのは。ああ。まあ、蓄積ダメージがさ、やっぱりすごい強すぎるっていうことを。1のつもりだがと思って、その1が重なり合って、100。ダメージ1000のダメージになっているのか、はい、今そのさ累積ダメージ100までいってないかっていうことをみんなちょっと考えてほしいという気はする、うん、今どれぐらいダメージいってるかなみたいなことを考えてほしいかな。そう、それがどれぐらい相手に対してなんかね、まあでも相手を潰したいと思ってやってるんだったら、まあいや本当そうですよ、通りなのかもしれない、チャンスだぜって思ってるかもしれないけど、うん、まあ潰したいというか別にやめた方がいいと思うよっていうことを伝えたいと思って、その結果やめてくれるんだったら別に構わない、最高っていうか別に目的は達され、ね、達せられてるわけだから、うんうん、別にそれ以上でも以下でもないというか、うん、そうですね、なんかおそれだんさんはなんかインターネットのおもちゃにされることもあると思うんですけど、はい、その辺はどうなんですか、強い心で耐えてるんですか。いやもう受け流す力が十分あるの。いや常にやっぱ怒りは
ハルクじゃん。来た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 。ただそれはその個々人への怒りではなくて、ああなんかそういう暴力的な人間性を引き出してしまう X というシステムを作るかも。せやね。なんか一人一人はもっと話せばわかるんですけど、うんうん、それを群れにしてしまって個々人の声をかき消す。この場所が悪いんだ。みんな全部この場所が離れ離れよ。この場所から離れよ。みんないなくなっちゃう。もう一回いなくなってまた別の場所でやっていった方がいいのかもしれない。うん、とすら思いますね。うん、そう。うん、最近でもやっぱね、あのブルースカイとかに行っちゃった人がね、ブルースカイほのめかしとかをするから、そうなんだ。俺にはここがっつってね、あのそのトレイ先生のやつみたいにずっと同じ銃を握りしめて。ここしかないわけじゃないでしょ、別に。別に行ってもいいんですけど、僕じゃねえだろ。僕なんか複数の場所にこう意識をばらけさせること自体に疲れてしまうから。はいはいはい、兼業作家がよく言うよって感じだけど、完全に去るか、だから他のとこに軸を手術したらそこにしかいなくなっちゃう。かなと。でもダジャレ言うところだったら別にどこでもいいだろうと思うけどね。まあそう、まあでもダジャレ一緒に言うね、通った時の仲間が今ツイッターの方がいいから。みんなが映ったら僕も映るかもしれない。そういうことだよな。気のいい人たちがいる場所にいないだけだから、そうそうそう別に。まあ、結局、まあどこが、僕のなんか、あのアカウントの運用は友達10人ぐらいと仲良くやってたのと今そんなに変わってないんで。うん、変わったといえば、バズってしまったときに嫌だなっていう気持ちを収めるために自分の漫画の宣伝を貼ることによってダメージを。宣伝のプラスと、この嫌な気持ちをこう相殺させて、あの気持ちを落ち着けることができるようになったぐらいの変化しか。いやー、まあ、確かに、手塚さんはめちゃくちゃ書きすぎていることによって、うん、ゆっくりでいいんだっていう言動と乖離してるっていうのはあるかもしれない。確かに。頑張らなくていいんだよって言ってる本人が一番頑張ってるみたいな。うん、なんかもう、そう、ゆっくりでいいんだよって言いながら、もうめちゃめちゃ高速回転してる歯車を。うん、私は本当に書いてないからね。うん、リアル、リアルな、うん。編集者の人に早く書けって言われて、うん、ずっと2年ぐらい締め切りを破り続けて。いいじゃん、それだよ。勇気づけるんだよ。そういう情報が必要。本当に。わ、うん、かる。いやなんか一番いい話かな。僕は書いてなかった時期のことをみんなは見てないから、そうですよ。そう言えるだけです。あ、20代前半から30半ばぐらいまで書いてなかった。確かに、今書いてるものを20代の方に散らせば、平均的な業者的には、そうそう。後から散らして平均を取れば、整合性ができる。そうです。そうなの。みんなはそこを見てないから、そう言える。そうなのかな。なんか前におもころの記事でね、あの犬の川崎さんとかが手の抜く、はい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 、やってましたね。いい字だったな、あれ、本当。かなり救われるんじゃないですか、うん、そういう。まあね。漫画すごいもの書かなくちゃいけないみたいな。川崎さんはでもめちゃ面白い漫画家だからな、なんか。いや、まあまあ、面白さがあるし、しかも日刊で書いてるから、そう、あの人もちょっと参考にできない。類まれなる才能。類まれなる才能だから。うん、すごいけど、まあでもなんか、なめられやすそうな絵柄ではある。まあそうですよ。そうなんだよな。うん。だから、愛嬌ですよね。やっぱね、うん。でもそのさ、だからこそその、犬の輝き先生とさ、まあ別人だけどさ、そのもう一つの人格を分けてさ、うん、やっぱりそのこれは俺じゃないって思うというかね、その舐められに対して精神貿易張ってんなっていう感じはちょっと感じるというか、あ、そういう感じありませんか、うんうんうん、まあどうでしょうね、どうなんでしょうね、そこれそのなんかめちゃめちゃバカにされても、これは犬の輝きだからって思って心にそれはご本人にしかわからないことなんでわかんないですけど、急に欠席裁判みたいなわからないですけど、いやー、辛いからね、叩かれるのはね、うん、いや漫画を描くのって孤独だし、描けないから、普通描けないから、なんか描けないそんなね、ね、うん、犬の輝きさんは多分あのペースがバイオリズムに結局合ってるんですよね。うん、で多分手塚さんもまあ明らかに無理なさってる感じはするけど、うん、多少その無理をしている状態っていうのがバイオリズムに合ってるってちょっと変なハマり方をしてる、うんうん、ワーカーホリックっぽさありますもんね、手塚さん。そうそう、外から見てるとね。まあそう、でも、うん、若い頃会社の仕事の方がもっときつかったから、はいはいはい、今はそうでもない、うん、
まあ、どちらかというと、まあ、会社の仕事の、なんか、立場上のストレスが強いから、逃避のために漫画を描いてるっていう要素が。バランスが取れてるんですね、そこで。そう。もう人に会いたくない、一人でできる作業、なんだ、漫画だ。手塚さんが仕事を辞めても、編集者は、なんか、拷問みたいなことをして、精神を追い詰めなきゃいけない。逃避活動としての漫画を。苦しみを与えないと書かない。うん、ない油風呂に入れてみるからね。再現するために。あの時の苦しみを再現するために漫画を描けば出してあげるよって言いながら油で煮られる手塚さんを、うん、でまあそうですね、まあ確かにその2つで行き来することによってパフォーマンスを出してるのがありますね、うん、漫画からの逃避で仕事をして仕事からの逃避でパフォーマンスする、まあ、だから仕事を辞めたところで今よりもずっとずっと漫画が飛躍的に描けるようになるかっていうとそうとは限らないっていう話ですよね。そうとは限らないですね、うん、なんか土日とかは全然作業の率悪い、うん、でも手塚さんの健康寿命が伸びることはほぼ確実だと思うから、そうそれはそう、まあ睡眠時間はね、うん、単純に、うん、その方がいいよねとは思うけどね。40代みたいなことやめてくださいよっていうことですよ、ね、うん、なんかまあその個々人でそのバイオリズムのあり方があまりにも違うっていうところがちょっとネットだとあまりなんか言われてないよなっていうのが、確かに。でどういうその書くペースというか、それこそまあ1年に1作書くっていうのがちょうどいいぐらいの人だっていると思うし、うん、10年に1作の人だっているかもしれないんですけど、うん、それをが自分のペースはこれぐらいだなっていうのが分かるようになるのにはいろんな試行錯誤が必要というか、うん、試す時間がいるから、そうですね、なんかそれで今あなたはそんな風に思ってるようなら一生漫画家にはなれませんみたいになるとその試行錯誤ができなくなっちゃうんで、うん、それは本当に無駄だよね、うん、なんかエース自体はさ、なんかもう神に与えられたものというかさ、それはそれでしかないんだから、そこに逆らわずその漫画を描くっていうことがやっぱ大事なんじゃないかな。身体能力違いますからね結局、うん、でも世の中はたくさん習慣でやってヒット飛ばして稼いでっていうのが一番いいことという、そういう、まあね、うん、煽ってくるわけじゃないですか。やっぱりそういう価値観の中に普通に生きてたら俺もいるし、なんかだから、うん、あの自分には自分のペースがあるんだっていうふうに、ん、自分をね認めて、うんうん、そこで揺るがないようにしていくっていうことも簡単なことではないなとは思うんですけど、うん、ね、うん、でも漫画なんてそうだと思うんだよな、ね、本当に、うん、緩い方だと思うんです人によってだって作ってるものが違うから一概に比べらんないし、うん、そうですよね、コストもね、野球に比べたらめっちゃ緩くないですか、うん、野球はね打てたり投げれたりしないと確かに負けるじゃないですか、うんうん、勝ち負けもはっきりとね。こんなに曖昧にいろいろ済ませられる界隈もなかなかないので、確かに、なんでみんなはっきりさせようとするんだろうって、そうだ、ね、思っちゃうな。うん、だからまあ全てのさ、そういうツイッター上のそのチクチク言説ってさ、お前はジャンプ作家じゃないっていう話なんだけどなっていう、ジャンプ作家にはなれないよって言ってるんだよ、お前はジャンプ作家でないっていう話をされてるってだけだって思ってくれれば、うん、別にジャンプで書く気ないしっていう人の方が多いんじゃないかと、うん、例えばそれはさ、そのコミティアだったりコロコロだったりガロだったりとかいろいろあると思うんだけど、うん、まあその新都社だったりあったニート社だったりとかだったりあると思うんだけど、でもそのなんか漫画家イコールジャンプ作家みたいな感じの習慣でバリバリ書いてるものだけがその漫画家なんだっていうなんか価値観みたいなのはちょっと暴力的すぎるというかね、気にしますけどね。そうですね、うん、だからそれを言われた時に奮起する人だったら奮起すりゃいいし、そうじゃないなっていう人の方が多いだろうから、まあ、それを無視する人は無視すればいいという感じしちゃうけど、ほっておきますか。のんびり漫画を描くことを応援しますっていうことですね。そう、まあ、みんなそれはそうだよ、ね、という感じですよ、うん。漫画に関わってくれるだけでありがとうなって感じですよ。本当に。明確な部数とかね、そう、その年収とかそういう具体的な数字が出てきてからの話ですからね。シビアなのは。そうですね。うん、なんかこの雑誌に自分という存在が必要なのかとかさ。
そういうことのなんかあれとかはあるかもしれないけど、食ってくとかだとね、そう、まだそういうラインに立ってないのになんでそういう話をすんのっていう、そもそもそこに立ちたいとも思ってないかもしれないし、別に立つ必要もないですからね、うん、だって生きていくためには別にそんな、でも別の解決方法があるかもしれないです、うん、そういうのとかもね、うん、まあでも本当に限界な人って調べるところに行かないかも、うん、なんかそういうなんだろうな、そのアプローチの仕方とかをが一つしかないって思い込んじゃってる人が多い、うん、そうだよね、だから、うん、なんか定規はもっといっぱいあるはずなんだよっていう、うん、それを示すことが必要なんじゃないですか、荒垣さんが。そうだよ、俺はめっちゃ示してるよ、コミティアに過激な参加の仕方をして、閉会15分前に来てね、閉会15分前に同人誌を配って堂々と帰る、うん、そう、でもそれを参考にして参加した日に怒られるっていう、そう、そういうことも、でも怒られたらそういう生き方もあるんだなっていうかさ、なんか怒られてもいいじゃんって俺は言いますよ、逆に。荒垣さんは自分が漫画を描いてますよと胸を張ってね、言う。胸を張って言ってる、うん、そうそうそう、最後まで諦めなかった証ですからね、うん、そう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 残り15分なのにまだ参加する気満々なのっていうことにさ、勇気をもらってくれ、うん、スライダーのおかげで当日コピ本的な考え方に根付いて、そういうやり方で最近参加してますからね。いいのかな、ほら、うん、いい影響なのかな。いいも悪いもないんだよ、やれるってことなんだよ、うん、そういうことは、うん、土壇場の3日4日で漫画描いてコピ本作るのもコミティアなんだと思って、そう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 いう、その通り、そう、うん、他の道もあるってことを示すだけ、俺はそれをどう使うかは人による怒られるのもその人の責任、うんうん、そうですね、それ目で僕はあえてやってるんですみたいに荒垣さん言い出すとちょっとなんかね違うだろうと思っちゃうんで、荒垣さんだってコミティアの当日、僕朝まだ漫画書いてて通話しましょうって言って通話してて、僕今からコミティアビッグサイト行きますって言ったら、うん、行ってらっしゃいって言って、うん、おかしいよね、おかしい、まだ書いてたりするから、うん、面白い、そう、でもその漫画を間に合いましたからね、そうですね、やっぱでも、まあ、コミティアを楽しんでる、楽しんでますよ、コスプレスライダーはちゃんと。それもだからバイオリズムですよね。そう。そういうバイオリズムの人はそういう。ね、そう、一日早くするだけで全然違うのに。そうだ、一日早くすれば全部帳尻が合うのにって思っちゃう。難しいんだな。もういいんだよ、本当に。こういう最底辺のやつがいると、やっぱりその、なんか、枠が広がるからね、その。ああ落ちれるんだっていうことがね人間がその上を見ればすごいけど下って言うてもここら辺だよなっていうところが実は中間だったって思ったら、うん、もうちょっと下のやつらがめちゃめちゃ救われるわけですよ、まあね、でしょでしょ、まあでも分かりますよ、荒垣さんが言ってるのもメロンさんが言ってた舐めを受け入れるっていうのと似たようなもんだなと思うし、それをそういうのを受け入れられるのも強さやなと思うしね、強さでしょ、うん、俺はなんかやっぱり、うん、いやしっかりしなきゃって思っちゃうから、でその方が楽だからしっかりしますけど、でも、うん、でも OK ですよ、うん、本当に、うん、いいこと、うん、なんかおもころとかだと恐山さんの記事とかってどれぐらいでこう書いたりとかそういうの大丈夫なんですか、そんなことバラしちゃってギリギリまで記事ですか、うん、まあ締め切りの前日ぐらいから書き始める、書き始めるコミティアじゃんこれコミティアですよ ね、 やっぱね、うん、直前入稿ギリギリ、いやでもそれまでにやっぱ頭の中でこう複雑な数式を展開して全てを構成して素晴らしい、うん、見えたって見えた見えたってなって、あとはもうただただガリレオみたいにこう確かにガリ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 っていういい話聞けたわ、うん、そうです、耳元かいすみません、わかんないんですよ、毎回そういう感じで書いてるからストレスで記憶が消えててどうやって毎回書いてるかわかんなくなるんそんな、なんかメロンさんとソルダンさんにしかおもころの記事の書いたの聞いたことないけど、二人とも似たようなことやってるからやばすぎるってどっちも直前でわーってなって書いてるってそうですね、うん、本当に申し訳ないエマージェンシーモードが書いてるから普段のなんか余裕のある自分は記事を書いたことがない、うん、そ
そいつを呼ぶしかない。人格がね、もう一人の僕が出ない。ペンシャイフみたいな感じ。スイッチ入れるしかないんだもん。なんか、会社員をしてると、僕はまあ一応ちゃんとした会社で、ちゃんとしたっていうと、僕らはそうじゃないかもしれない。言い合わせがないかもしれないですけど、なんか普通の、その、硬い仕事をしてる仕事場ですけど、大人はあんまりなんか、締め切りを守らないです。それでも守らないから、なんかリマインダー、リマインダーしまくって、やらせるとか。意外とちゃんとしてないんですね、会社って。ちゃんとしてないです。なんか、使い方、システムの使い方わからないで、ちょっとなかなか、送ってこない人に対してこういう風に使ってくださいって横で教えながらやってもらったりです。あ、でも結局やっぱなんか何かで詰まってるとか何かできない人っていうのはやっぱどこでやったっていて、その人ができるようにするためにどこに突っかかってんのかを見て、あの取り除いてやるだとか、その部分だけ代わりにやるとか、やり方をしながらなんかね、なんとなくついつまが合う感じになってる感じですよ。会社のこととか全然知らない、会社に出た社会に出たことがないんで正直。そう、まあ、いやでもなんかやっぱりその完璧な人が完璧にやってるわけではなくて、そうではない人がなんかいろんな工夫をしながらうまいこと仕組みとしてやってるって感じですけどね。助け合ってんですね。そうそうそう。全然だから会社の描写とか全然書けないですよね。なんかああ。書類担当しか書けないですよ、ね。会社の描写さ、いまだにわかんないもん。わかんない。確かに。いやいいんですよ。あれはあのプリプリ剣っていう漫画、うん、吉田戦車先生のプリプリ剣っていう漫画は、会社で仕事してるシーンよく見ると、あの書類をホチキスで止めるっていう作業以外全部の間にわたってそれしかやってないんですよ。いいんだって思って。いいんだ、確かに。抽象化されたサラリーマンの姿。まあでもサフィさんのね、波平とかも何やってんだ、ね、みたいな。何の仕事してるの、波平って何やってるんだろう、うん、やっぱホチキスかな。ホチキスかも、うん、パチンパチン、うん、そんなところかな、ね、どうだろう、うんうん、そうですね、前、うん、結構話しましたね、うん、手塚さんがまたはい、怒りをね、怒りを。怒りを、まあ、常に怒り続け、インターネット君がね、僕の思った通りになるまで怒り続けた。終わらないよ、終わらない。多分ね、3ヶ月後にはね、漫画帝国のね、あれがね、その、記事が、また、果て部がついてね、またそれに対してブチギレるね、手塚さんが。僕が、そうですね。またちょっとね、我慢していただいたと思うんですけど、今。そうですね、いろいろありますよ、うん、なんか。中野さんとかに言うと、またですかって言われますけど、ね、新人の読み切りになんか良くないコメントがつくことに対して、僕はついつい、ね、あの、いろんなところで文句を言っている。いや、わかる。でも、手塚さんが偉いな、偉いっていうか、なんか、ぶれないなって思うのは、怒って満足してないんですね。怒っても是正されてないから、まだ怒ってますよ、僕はっていう感じで、そうそう怒り続けてるから、その。まあ、怒りは方便ですからね。うん、まあ、結局、僕はこう思ってるぞっていう主張するための、うん、なんか。世の中変わってないじゃないか、だからまだ言い続けるみたいな感じなんだなって思って、すごいな、一貫してるなって思いますね、なんか。うん、皆さんが分かったというまでいい。まあ、皆さんがでかい。俺たちじゃ止められないんです、手塚さん。俺たちがいくら分かったと言っても。もう身の回りの人たちも分かったって言ってるから、うん、伝わったなって思って。うん、伝わったが諦めたなって。うん、怒りといえばピエール手塚ぐらいの、ね、浸透率じゃないと思う。まあ、そう。いや。深さんの怒りはでもね、こうやって人志向の話題になりますから。まあそうかもね。うん、全然、また何かあったら、手塚さん、喋ってください。お便り送ってください、はい、いつでも、手塚さん。うん、そうそう、僕の怒りに対する反論でもいいですしね。うん、確かに。反論来たらさ、すごい健康的だよね、このラジオ的にも。うん、そうか、やだけどな、俺は。それがやばくなりそうだったら無視すればいいだけだから。まあそうなんだ。うん、いやだからこれね、なんかマシュマロとかやるとすげえ嫌なコメントが、遠距離的な嫌なコメントがいっぱい来ちゃう。やんないほうがいいですよ。よ絶対やんないほうがいい、うん。マシュマロとか怖いもんだから、俺、なんか。はい、やんないほうがいいです。はい、ちょっと柔らかく言うだけだからね、多分なんか。うん、本質は変わんないからね、マシュマロは。と
というわけで結構ね長々と喋ったんですけど、はい、こんなもんでっていうことで、はい、ありがとうございました。これがね流れるのは12月の29日の予定なんですよね、なのでもう年末も年末、良いお年をっていうことなんですよ。そう、2023年もじゃあ終わりということでね、はい、今回もいいラジオが2回にわたってねできたと思いますからやや自信ない感じになったじゃねえかね。またいやまたそのね来てほしいなという。そうだね。で全然そうそう、まあラジオじゃなくてもね、裏で楽しく俺たちだけで話してもいいから、そうそう、別にみんなには聞かせないくて。匂わせだけ。匂わせてもいいから。匂わせだけ。というわけで、ありがとうございました。俺たちが仲良くなれば、またラジオに来てくれるペースも増えるかもしれないですからね。まあそうかもね。そうかも。そうかもね。うん、確かに。じゃあ、ね、ありがとうございました。ヤロメロンさん、ソルザンさん、ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。よかった。また呼んでください。はい、ぜひ。ではまた、来年ということで、ま、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さようなら。良いお年を。良いお年を。